おはようございます。簡単マイコン教室おっちゃん先生の土井です。水木金はウェブ VR をやってます。で今はこのオキュラスのコントローラー、これを勉強したいということで、探してですね、たけし吉永先生のコンテンツを見つけたので、それをもとに、まあ、先生自体がやられているチュートリアルと同じような形でできるかどうかは分かりませんが、まあ、じっくりそれをやっていこうというのが、まあ、このシリーズの狙いです。で、画面を切り替えて、これが昨日見つけたシリーズですが、少し画面がね、見切れてるんですよね。この上の方のシリーズが映らないので、ちょっと画面を調整させてください。はい、これで全面映ってると思うので、これでやっていきます。で、まあ、この辺りの自己紹介のところは進んでいって、これですよね。これをダウンロードしないといけないので、これをダウンロードしようと思います。で、ダウンロードするために、その URL をブラウザーの URL 欄に書き込みました。これでエンターを押すと、ダウンロードが始まって、回答を、この ZIP ファイルが Mac の場合は自動回答されました。回答されたら、このような、これ多分あれなんですよね。画像ですよね。これが壁を作ってる画像のデータと、で、それから打ち間違いがないようにソースファイルが13個入っています。こんな形でですね。これがダウンロードされて回答された後の状態で、その中にはこんなものが入っていますということになります。はい、じゃあ元のスライドに戻りましょう。で、これがまあチュートリアルを始める準備になっていて、で、まあこう A フレームでやりますよということで、このページにアクセスということになります。で、ここのチュートリアルの紹介は私の動画で撮っているので、その再生リンクを概要欄に貼っておきますので、そこを見ていただくということで、ここはちょっとスキップをしたいんですが、そうするとなんかどんどん短くなりそうで、見た方がいいですかね。一度見てみますか。言っておきながらすぐ修正なんですが、これに行ってみますか。A フレームのページですね。はい、じゃあちょっと画面切り替えます。はい、A フレームのページに来ました。で、この辺りにいろんなものがありますよということで、まあ、画面があるんですね。これでさっきの画面に戻れるので、ちょっと最大化せずに見ていきましょうか。サンプルがここにありますよねというので、ハローウェブワールドがありますよということなので、そこを見ましょうということなんですかね。いろんなチュートリアルがあって、まあお時間ある方はこれ見ていただければいいんですが、ここを開きましょうということでこうなっています。で、これがもうこのままぐるぐる動くんですよね。で、オキュラスでこのページ見て、この URL 見れば、まあ、これをクリックすると、まあ、こんな風に、頭を動かせばこう動くんですよ、みたいな画面になっているのだと思います。で、ここで、まあ、オキュラス持っている方は、実際にここを見ていただくと面白いかもしれません。はい。で、もしかすると、本当のチュートリアルだったら、ここで、オキュラスつけて、実際にこのページを見たのかもしれませんね。はい。ここで、はい。スライドに戻って見てみましょう。まあ、このページで、画面をクリックとアンドドラッグ、これはしましたね。で、左右前後のキーでも動きますよと、ここも確認しておきましょうか。うん。キーボードでは回転せずに移動ですね。近づいたり離れたり。こんな感じで動きますということです。で、360度カメラ。こんなのもあるんですね。どれなんでしょう。3つ目、360度イメージ。これですか。あ、これ VR ついてるから、これも、あ、これ同じ。これはキーボードで反応しませんね。あーはーはー。これはマウスで使うと、もう太陽も映ってますね。全天球ってやつですかね。
フランスの360度画像。これも A フレームで表示できるってことですかね。こんなのも紹介されていて、これもこの次のページ行くと、あ、ここに戻ってくるんですね。じゃあもうちょっとここのビジュアルインスペクターって呼ぶと、これあの機能なんですけど、ボタンがあるので押してみました。カメラの面がここが平面になっているっていうのがメッシュで出ているんですかね、で下の方の人も映っていたりすると、でカメラがここにあってとかで、であ今消えちゃいましたね。テキストがこれですね。カメラがこれで、そう、空だとか、いくつかのエンティ、これは明かりだと思うんですけどね。いくつかのエンティティがありますと。カメラと。テキスト。ここに字が出てるんですね。こういうのを見ることもできます。これでバックトゥーで戻って、でもう一回ちょっとこれを押して、これのソースファイル、を見ると、ああ GitHub が開いて、これだけで全天気を表示できるんですね。ドットドットディストドット JP。これは JavaScript の読み込みですね。で、テキスト。これで字を書いているので、3D 画像。このデータをスカイに貼り付けてあげれば、これで方向修正してるんですかね。これで見れるんですかね。このソースはこのサイトの上に行って上に行って上に行ってだから、もうウェブ上にあるのがうまく貼り付けられてるんですかね。はい、というのでこう360度画像も A フレーム使って簡単に表示できるというふうなこともチュートリアルでは紹介されているような感じです。で、ここ。で、Oculus Quest ブラウザで A フレームにアクセスしましょうということで、アクセスして、ここをクリックして、で、本日のゴールですよということなので、じゃあ、ここで実際にこれを Oculus Quest で見られてるんですね。はい。じゃあ今日はここぐらいにして、ごめんなさい、実は今日この後出ていかないといけないので、なんかもう少し時間的には取りたい気がするんですが、今日はここまでにさせていただこうと思います。はい、今日初めて、たけし義長先生のスライドですね、 A フレームで始めるOculus Quest対応 WebVR というのを見始めました。全部で97ページのスライドなんですけど、もう今日で12ページまで来ました。まあ最初の自己紹介のところはスキップさせていただいたというのもあるんですが、明日は一応この A フレームのサイトに行って、Oculus Quest で見た様子を お伝えしたいなと思ってます。それで土曜日になって、また来週で間が空くんですけども、結構この A フレームのホームページですね、ここにはいろんなサンプルありそうなので、私自身まだこれをOculusのヘッドセットで見たことがないので、明日はそれをちょっと動画で撮って紹介したいなと思っています。はい。ご視聴、今日もご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは毎朝朝6時に木金土は WebVR、月火水はマイクロビットの説明動画を公開しています。もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて毎日お付き合いいただければと思います。今日もご視聴ありがとうございました。